88件のピアノの音域外の音では、一般的な88件のピアノの音域、A-0-C-8 に入っていない音楽の音についての項目である。現代のピアノにおいて88件が標準的であるのは、この音域が楽音として人間が認識できる限度であるためだと言われている。これ以上音域を拡大しても、低音側はうなりとなり、高音側は耳障りなノイズとなり、 音程を感じさせない。しかしながら、主に他の音と共鳴させて豊かな音を響かせるために、この音域を超えた鍵を持つピアノも一部で作られている。88件ピアノの鍵盤に乗っていない音を出す。指定は、武造に、スクリアービン、バルトーク、ボルコム他に該当例がある。長らくピアノの鍵盤の拡張はメーカーにとっても議論の種であったが、21世紀に入ると、 音域拡張が本格化した。ベーゼンドルファーは調停音のみの拡張で、発見の上面を黒く塗って、奏者の混乱を防ぐ措置が取られているものがある。一方、スチュアートサンズやステファン・ポレロなどのものは、超高音、調停音ともに拡張しており、拡張音域の鍵盤の見た目は他と変わらない。3メートル超えのボルガートグランプリ333と、 ファジオリ F308 は音域拡張を行っていない。ありがとうございます。